オッケー、じゃあ行きますか。それボン。はい、皆さんお待たせいたしました。いや、お待たせ過ぎたのかもしれません。またこの言葉から始まりました。2022年令和4年ですか、今は。ですね。また北海道にはこの雪のシーズンがやってきました。いやー、去年まではね、あのミヤちゃんにストーキングされて、はいですね、もう自分の時間がなくなるぐらい、もう明日はここ、明日はここって言ってね、もう銀河鉄道999に乗車したかのように、もう俺も気がつけばもう2年間やつの車にずっと乗ってたからね、知らないけども、あの、うん、たまにスピンぐらいしちゃってね、ぐるーってね、回ったことはあったよね。540決めた時もあったんだけど、まあそんな時から今年はちょっと自分の時間になってますよね。なんとかいいですね。えもういきなり、いやー、今年はまずゆっくりと今自分だけの時間に、はい、はいはいはい、まず自分のね、この滑りに対して向き合うという、いい、ね、それがもう見えますね。なんか三沢さん、入ってん、一人のやっとなんか冬来てありますか、オリジナル入って、わあ、なんかね、サーブも、サーブ行きまくって、まあまあまあ、うん、けどやっぱり山帰ってきた。いや、そうなの、山やりたかった。いや、やっぱりここあるんでね、俺もね、この山に関してはやっぱりもうちょっといろいろと思うものあったり感じたり、強くないよね、でもね、どさんこなんでね、考え方があんまり強くないっていうか、なんかなりたいとかそういうのあんまりないからさ、どちらかといえばみんな当たり前にあるから、この遊びが当たり前にあるからこその、どっちももうそれどうやってそれ使うのみたいな。本当に今年はもう散々見ましたから、やっぱ、いや、これだけどもう乗った後のビールと乗ってない時のビールのうまさ全然違うから。そうですね、そういうことなのさ。でも結局そこにも行っちゃうの、もうサウナみたいな話になっちゃうんだけど、先生のやっぱあのビールの飲みっぷりはもう最高ですからね。の飲んでないよ、まあ、そんな。いや、もういい波乗った時、あ、うん、飲んでますか、その後は。あ、ぐいぐい入ってます。あった、もう、はい、ビール飲むぞっていう感じが、いや、積極的にすごかったですね。そういう時は上がりますね。まあそうだよね、うん、だからなんかこうビール、いや今日よかったなーって思うことだよね。いや、今日も良かったなって思うことを感じさせてくれるわけよ、この横乗りが。いや、今日すげえ良かった。もう美味しくなるっていうか、ものが美味しくなったり、ドリンクもグイッといけるっていうことはもうやっぱり、そう感じました。それだからこそのこの旅でね、まあそんな向き合いながら、この今ね、今年はいいですね、これ。オレンジマイルでしょ、前にちょっと。あれは、はい、まあこれうちの俺のパートナーなんですけど、 MK マキさん、 MK がなぜか突如今スノーボードにギュッとハマって、マキファーマシー、はい、MK ファーマシーがいいですね、これ。まあ長いことスノーボードやってんだけど、全然スイッチ入らなかった人がサップやった途端にいきなりもうスノーボードにもなんかもうグイグイ入っちゃって、あれみたいな、一発目にふさわしい。まあだから最近はこのあのね、あのフィギュアスケートのあの何ですか、あのペアダンス、ペアダンスみたいな感じで、目音で、はい、目音でやってます。そうですね、林家ペーパーみたいな雰囲気にはなってますが、まあ最近はもう隠れてこのね、カップルコンビネーションで山ガンガン浴びてます。お互い
お互いね、こうやってやるんだ、どうだみたいな。で、こう求めてるわけですよ、この滑りに関しても。はい、はい、はい、お互いね。MK も MK も MK もね、盛り上がってグーッと行こうとして、そしたらいきなり俺ぶち抜くぐらいのスピードになっちゃってね、あれみたいな。いや、ワックスおかしいのかなとか、もうこの板がとかって思っちゃうぐらいね、案外ぶち抜かれちゃって、今シーズンちょっとタジタジなんですけど。いや、この脇パウね、まあ脇パウもいいんだけどね、もう最高。これ今年やっと1月8日、キロロ長峰コース、ついに解禁となった日でございます。はい、これ B コース、みんなね、パウダーコースだから、みんな B コース行っちゃうからね、ゴキブリホイホイみたいなそこ行っちゃうから。B コースは A と C はもうガラ空きなわけですよ。だから A と C しか行かないぐらいのね、まあ3-8としては、はい、いや空いてるわけですよ、だから空いてるわけですよ。あとズタズタじゃないとかね、まあ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 、いろいろ、いや分かってるっていうか、いや、いろいろ好き好きあるんで。ああ、なるほど。ゆっくりでもその柔らかいの浴びたいっていうならそれもいいし。ああ、なるほど。俺はだけど今の俺はもう、パウダーのこれだったらもう横のカービングしてみたいな。あ、もうそこに行っちゃってる、スイッチ入っちゃってるんで、していいです、ね。まあこんな感じですよね、リフトに乗ってね。防寒です、今マイナス10度ぐらい、山はね、山の上はマイナス10度ぐらいで、走んない時あんだ板が、全然走んない時あるから、これ山頂行ったらマイナス10度超えるからね、大体。これやばいですね、うん、そういったらもうね、ほんとね、マジで滑んないのさ、板とか。マイナス10度まではまあ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 、どんな惑星もあの寒冷地仕様で滑んだけどね、マイナス10度超えたらね、もうなんか静電気とかね、異常に発生するんだよ多分ね、うん、発泡スチロールあれくっついてるようなさ、あれ入っちゃうんだよね。もう、あ、 MK、 あ、モンスター MK 来た来た。さあどうなんですか、これ長峰エイコースね。来ましたよ、ここね、また好きなんです、私たちもね。まあね、コロナの影響もあって1月8日にやっと北海道のこのキロロ長峰コース、1月8日にやっとオープン。まあ今年の長峰、待ちに待ってんだよみんなね。このね、滑りっぷりのね、シャドと、なんていうかな、リフトのね、感じのね、キロロの中ではすごいいいんで、MK と飛ばすんですよ、これ MK さんがまた。おー、いけー、イエー。どうすか、どうすか。いやー、もうね、スノーボーディング、奥が深くて。まあ、MK とも含めね、このターンについてね、日々こう言ってるわけですよ、こうじゃねえのか、ああじゃねえのかって。だまだまだみんな伸びたいわけですよ、もっと上手く乗りたいわけよ、みんな。プシュッ、もうそれで特にこのヒールサイドね、このヒールサイド、もう今永遠の世の中の永遠のテーマ、これいいですね、うん、ヒルサイドかっこよく滑りてっていうのが多分スノーボーダー今もう9割のスノーボーダーのもう憧れ、サーフィンで言ったらオブザリップ、オブザリップできんのかどうかみたいなと同じぐらい、このヒールサイドのリアルなずれないターンっていうのは今爆発的になんか熱くなってますよ、みんな今。いや、また難しいのさ、それでいて気持ちいいのさ、やばいのさ。
長峰降りてきたのかな。長峰降りてきてから余市コースかな。あー、まあまあ長峰バーって1月8日の長峰コース帰って、じゃあ余市行こうみたいな、はい余市のラインにします。まあここも朝市の必ずねいただくラインなんですけれども、まあこの雪が降ろうが降るまいが、ここの説明を食いに行きますっていうのがここ最近の、まあ特に2022年のルーティンで。ああ MK さんまだ腰が折れてますね。腰がね、もっと前向いて、もっと前向いて、くの字になってるよ、くの字に。いやこれね永遠のテーマ、バックサイドマジで、いいですよ、うん、見てて気持ちいいですよ。いや MK もねもうギュンギュンくなっちゃってるからねマジでね。あ入る時あんのさ、いや俺も全然まだまだなんですよ、もう永遠なんでこれは。でもね決まったらもうめっちゃ気持ちいいとこあんのさ、カコーンっつってやっぱりガタ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 ってなったらやっぱり気持ちよくないわけ。でもラインがピューイーンって入ったらもうパピューン決まったらもうめっちゃ気持ちいいのさ。でも重力との関係だからね、うまくやんないとやっぱりガタ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 ってなんの。そこが難しいわけさ。ただ滑れるだけでもそれは食らえないのさ。やっぱりちょっと本当にいいとこに乗れてないと、そのキュイーンっていうキュイーンが来ないわけ。まあここでね、あいいですね、レクチャーするわけですよ。もっと体こうやって、もっとガスンいって、そっからパターンと、そっからヒールサイドパターンといけみたいな。先生軸がいやなんとなくね、まあ俺の言い方ではよ、俺が2022でやっと得得したそのちょっとしたことがあるんで、こっからパコーンといけみたいな。いやー長いことかかりましたけど、やっと掴み始めたものがありますよ。スノーボードの板に乗って30年かかってやっと見えたものもあるよ。まあ人生そんなもんなんでしょう、すべてね。いいですね、長いことやんねえと見えてこねえことがあるよ。イエーイ、スキッときました、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。